立憲民主党の野田代表が世襲批判を強めているとのことですが、相変わらずのダブルスタンダードにツッコミが殺到し大炎上しているようです。野田代表の政見放送での発言や自民党の世襲と立憲の世襲の違いを問われた際の衝撃的な回答など、ネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。立憲民主党の野田佳彦代表が27日投開票の衆院選で持論の世襲批判を強めています。政見放送では叩き上げで政治家になった自らの経歴を紹介しながら世襲を批判し、遊説でも言及してきました。ただ党内には親の地盤、看板、カバンを引き継ぐ世襲政治家も少なくなく、主張との整合性が問われています。立憲民主党は自民党の派閥パーティー収入不記載事件を踏まえ、公約に資金面での世襲制限を盛り込んでいます。資金面での公平性を期すとして、引退した国会議員の政治団体や政治資金の親族への引き継ぎを禁止する政治資金世襲制限法案を成立させると主張しています。その狙いについて野田代表は政見放送で、数千万、億単位の政治資金を親から引き継ぐことができる国会議員の世襲を制限し、多様な人が政治家になれるようにしたいと説明しました。ただ衆院選では立民からも世襲候補が複数出馬しており、与党への批判は強めつつ、身内については黙認するような姿勢は分かりにくいとの指摘があります。主張の整合性について20日野田氏は東京都内で記者団に問われると、立民の候補者らは世襲制限法案に賛同しており、自民とは全然違う、全然同じではないと説明しました。ニュースを深掘り。というわけで、野田代表が立憲民主党の世襲は自民党の世襲と同じではないと主張したということでしたね。この野田代表の姿勢には他人を責める一方で、自分や仲間が同じことをする際は問わない姿勢こそが、国民に信用されない最大の原因だと思います。それなのになぜそれを認識できないのかが不思議です。世襲を批判するのなら、まずは自分たちの内部でその原則を徹底すべきです。そうしなければ、どれだけ他党を批判しても結局は同じだとみなされ、国民の信頼を得ることは難しいでしょう。野田氏もメッキが剥がれていく。自民とは全然違う。何が違う？統一教会、企業、団体献金、政治資金パーティー、不記載、公職選挙法違反、世襲などみんな同じです。もう少し政権交代に真摯に向き合ってほしい。口を開けば自民党の悪口ばかりで、前代表と何も変わらない。何のための代表選だった立憲も何も変わってない。と、相変わらずダブルスタンダードぶりにツッコミが殺到しています。野田代表は、党の YouTube チャンネルでも政権交代こそ政治改革とし、裏金も世襲もないクリーンな国へと訴えており、6日に訪れた岐阜県可児市の演説でも、次期衆院選で政治と金の問題とともに世襲が争点になると強調し、国会議員の世襲制限を進める考えを示していました。野田代表は演説で、世襲は見逃してはならない自民の政治文化だ。民主主義国家としておかしい。もっと優位な人材が地域にいるはずだが、世襲がこれを阻んでいると批判。いわゆる地盤、看板、カバンを持たない候補者が選挙で不利な状況に置かれていると指摘していました。先の自民総裁選では、立候補した9人のうち、親が国会議員だったのは、
5人義理の親も含むに上っており、立憲民主党はこうした自民議員の世襲の多さを問題視してきており、7日に公表した衆院選公約に国会議員の世襲制限を盛り込んでいます。ただし引退を表明した立憲の中村喜四郎衆院議員の茨城7区では、中村氏の長男が無所属での立候補を表明。長男は会見で、父の残したものや後援会が守り抜いてきたものがあるから、こういった形で挑戦できると述べ、地盤に支えられている利点を認めています。街頭演説後に、茨城7区の世襲について問われた野田代表は、党の公認ではない。無所属で出られる方を、どうのこうの言う立場ではないと、問題視しない姿勢を示し、対抗馬については、現時点で考えられないと否定しましたが、野田代表の自民党に対する世襲批判は、ダブルスタンダードとの批判を招きかねない状況となっています。共同通信によると、今回の衆院選立候補者のうち、自民党では、国会議員を親族が受け継ぐ世襲候補が3割弱を占めたとし、世襲制限を主張してきた野田佳彦代表率いる立憲民主党も1割を超えたとし、世襲は136人に上り、全体の1割となったと報じています。記事によると、自民は、石破茂首相や小泉進次郎選対委員長を含め97人。岐阜、鳥取、山口の3県では、全小選挙区が世襲候補となっており、立憲民主党は27人としています。主な新人では、自民から根本匠元厚生労働省の長男や、故塩川正十郎元財務省の孫らが出馬。二階俊博元幹事長の三男も、後継として地盤を引き継ぐとし、立憲民主党では、故辻和彦元民主党衆院議員の次男が立候補。鳩山由紀夫元首相の長男は国民民主党から出馬していると伝えています。こういう主張を聞くにつけ、立憲民主は常日頃、自民党は、身内に甘いと偉そうに叩いていますが、翻って、自分たちは、さらに、身内に激甘すぎて話になりません。誰も気がつかないのは、やばすぎて本当に呆れるほかありませんね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想も、コメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。俺様の世襲はいい世襲あら。同じだよ。見苦しいな。俺たちはいいけど、他はダメって許されないだろ。そんな感じの政治をやるんだろうな。制限法に賛同してても、世襲に違いはないだろ。制限法に賛同するから立候補しません、ならわかるけど。都合のいい解釈してるだけって本人が理解できんのだろう？この手の人間は変わりようがないからもうダメだな。立憲支持者は地盤さえ剥がせば腐敗はない的な取り繕いを繰り返すけど、逆説的にベテラン議員は居座った地盤で腐敗してるってことだよね。世襲対策より3期以上は看板カバンだけ持たせて落下参候補させる決まりでも作った方がいいんじゃないの。いつもこれだな。自分たちはいつも綺麗ながつく綺麗な世襲だもんな。また始まった。結局野田さんでもダメか。これからは立憲パーティー理論と呼ぼうわら。自民の裏金記載などとごまかすな。訂正しても許さない。自分たちの裏金訂正したからごめりんこわら。自民の世襲断じて許されない。自分たちの世襲制限法に賛同してるから問題ない。こういう姿勢だから多数から支持されないんだぞ。自民批判に利用できる物事の場合、
大抵が自民批判勢力もやってたやってるってのがね。長野県の畑雄一郎が亡くなった時に弟の畑次郎を引っ張り出してきておいて、世襲政治家は許さんって正気かよマジで。バカだけはギリギリ騙せる理屈、なんでこれを信じられるんだろうな。パーティー禁止とか言いながら裏ではパーティー三昧、裏金禁止とか言いながら裏金三昧、口だけやろう。立憲民主党のこういうところがものすごく気色悪いんだよ。適当に何も考えずに自民党の反対のことを言うだけだから、発言のすべてが立民にブーメランとして返っていく。自然なハゲも吸ったハゲもハゲはハゲ、見苦しい。この前の自民議員を散々裏鉄問題で糾弾してた令和裏金多い人と同じだね。自分らは良くて自民はダメ、こんなことやってんからいつまでも一般人の信用を得られないんだよ。自民がここまで増長してクソになった責任の一端はお前ら野党にもあるって自覚しろ。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？呆れて開いた口が塞がらないとは、まさにこのことですね。自民とは全然違う。全然、同じではないと、野田代表と立憲議員がそう思っているだけで、有権者にしたら50歩100歩です。このような感覚が国民と絶望的に乖離しているんですよね。立憲民主党は自民党はダメだけど自分たちのはギリギリセーフという都合のいい解釈をいつもしてますが、その本当に微妙な差を組んでくれるのは立憲の支持者たちだけだということが分かっていません。裏金問題にしても不記載だった議員を立憲を全員公認しません。うちは自民とは全然違うんです。としてこそ説得力が生まれます。しかし、立憲の不記載は単なるミスだからセーフと内輪にしか通用しない謎理論を適用するので、むしろ一部でも非公認とした分、自民の方がマシじゃないかと逆効果にいつもなっています。実際、これほど不人気な自民よりもさらに支持されていません。本当に自分たちのことが見えていないし、国民が求めているものも分かっていません。これで政権を任せよとなるはずがありません。そう思わずにいられないのは私だけではないはずです。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴ありがとうございます。これを機にこちらへの登録よろしくお願いします。